どうもなおちんです。本日は妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、8周年記念でガチャを回していきたいと思います。もうシリーズ8周年なんだね。8年か、そんな前になるんだね。懐かしい。妖怪体操とかすっごい流行ってたよね。ああ懐かしいな。まあ、結構、ポイントも貯めました。ポイント貯めた。30連いけるし、コインも結構あるので、大丈夫でしょう。出るでしょう。ということで、まずはこの120円ガチャ、こっから、いきます。ではではでは、今回の扉の色もかっこいいね。シリーズ8周年。どうだ?ここで俺いいの出たことない。ここで、エンマ大王、わいわい山田、覚醒山田いらない。やっぱここの120円ガチャって、当たらないね。よろしくないわ。まあでもまだ、今日はね、いっぱいあるから。まずこの8周年コイン。ここでは、ダブルゼータ、トリプルゼータ。あ、トリプルゼータはまず出ないんだ。あれはあの合成だから。なんか SS か。SSS? トリプル S か WS しか出ないんだよな、これって。まあいいや。どんどん行きましょう。なんか、見たことないやつがいっぱい出てきてくれれば、嬉しいかな。ゼータとか出んの?あ、出ないよ。S もあるの?これ、いまいちっぽいな。8周年はなんか、全然いまいちっぽいぞ。いけ。金は出るんだけど、金が出たところ、シャリマンか。こんなもん。この8周年は。まあ、確かに、結構簡単にね、ポンポンもらえたんで、こんな感じか。トリプル S が大当たりみたいな。まあ、今まで出てもっと、普通のエンマだよ。これがなんか、大当たりみたいな感じで出てもらっても困るんだよな。なんで一番最初に出たドンドロが一番の大当たりだったんじゃないの?なんだ?あ、わかった。これはね、当たらない。8周年これ良くないわ。良くない。この10連福袋コイン、こっちが確かいいんだよね。正月のやつでも、ここで俺なんか出したんだよな。いきます。嘘!いやもう全部行こう。大外れか。大外れだね。ひどいもんだ。あ、これもなんか当たりにくいやつか。もしかしてさ。これも当たりにくいやつ?金が出たけど。いやでも一応確かね、ここ、ゼータとか出るように書いてあったんだけどね。金を行きます。どうだ?何が来るかな?お、新しいやつ。おー、ごえもんか。持ってはなかったよね。持ってはなかったけど、まず持っていらないか。いらないね。多分使えないと思うんだけど。さあ、全部行きましょう。間違いなく外れ。全然良くないな。8周年も多分これ当たらんわ。ということで、ポイント30連行きましょう。ここで、今日ピックアップのエンマ大王祭り、来てくれれば、いいね。そうすると、リンネを取って合成っていう形か。初めてのトリプル S。
あ、トリプルゼータだね。行こう。ようやく貯めたポイントでなんとか来てくれ。よし、2つぐらい、1個か。いや、やっぱ確定かなんか来ないと厳しいかな。金を行きます。どうだ、頼む。なんだ、あー、まあまあまあ、今回のイベントでは使えるやつだね、猫又。そうか、悪くはないね、悪くはない。これで幻突委員長に勝ちやすくはなった。すべて開けろ。あー、まあ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 、とりあえず1体ね、とりあえず1体出ました。20連目いきます。もともとが結構渋い確率みたいなんで、3月とかそれぐらいに回してたやつが運が良すぎたらしいんだよね。いきまーす。ほい。確定じゃないんだよね。金1個。でも赤からもうピックアップのいいやつが出てきたとか、ある話だからね。まあ、金をいきまーす。いいか。いけ。どうだ、頼む。まあこんなもんか。まああと1回あるからね、あと10連あるんで。でさらにここの赤からいいのが来い。すべて開ける。こんなもんだな。最後いきます。はい、もうほんとなけなしのポイントだから頼むよ。ポイント貯めるのマジきついから。いけ、確定。あ、最後それ。まあ、いや全部一気にいきます。来い。ひどい、ひどいな、ひどい。ここで単発とか言ってみる、最後に。最後単発、なんか単発で出たっていう話もね聞くのよ。単発来い。うわー、もうひどい。嘘だ、もうダメだ、今回のイベントもこれ勝てないや。ちょっと厳しいだろうな。はい、ということでポイント貯まったので回してみましたけども、外れです、外れ。そう簡単に当たるやつではなかった。まあ、またポイントね、貯めていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。